明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。新春一発目の動画ということなんでね、皆様ちょっと雰囲気違うでしょ今日今日はね、猫又屋のもっとスタッフになるね、斉藤ちゃんのね、お店がね、今回、11月からだっけ？そうです。ね、11月からね、群馬県の高崎市のね、すずらんのそばにね、オープンしたんで、今日はそのラフライン、バーラフラインさんからお届けしています。新春のね、一発目をね、斉藤ちゃんのお店からね、紹介するということでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。前回ね、皆様がやっぱり話題になってる、響き。響きの、アニバーサリーエディションっていうのがね発売したんですけども、知ってるぞ存在。いや僕全然マスターの動画で初めて知ったんですよ。あんたそうと、そうなんだよ。これ一般の方全然知らなくて、ネットにも出てこない情報で、多分僕が一番最初に動画として上げたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、うん、今日は通常の響きと響きのアニバーサリーエディション、これのね、飲み比べを僕たちでして、どれだけ違うかっていうね、皆さん気になりますよね。猫又屋だと1杯7000円で出したんだよ。すごい。これなかなかすごいですね。飲める店もちょっと少ないし、そうですよね。果たしてその7000円の価値があるのかというね、ここ気になると思うんで、まずは皆様、一回開封の場所からね、見たいと思うので、じゃあ、斉藤ちゃん、開けてもらってもいいかな。はい。すごいが木箱に、まあ、サントリーの歴史と今回の響きの説明が書いてありますね。この響きの100周年のモデルがどうやって作って、どういうコンセプトでっていう、あとは味わいのテイスティングノートとか、はい、そういうのを細かく書いた小さな小冊子が一緒に入ってるってことだよね。そうですね、うん、あともう一個の方のそのね、 QR コードのご案内というふうに書いてある紙があるんですけど、これは多分ね、偽造できないようにするためのサントリーの今回からの工夫で、その QR コードを読み取ると、ボトルとリンクしていて、2回目以降 QR コードを読み取ると、そのウイスキーはすでにもう使われてるっていう印象になってしまうから、なんかよく最近カラビンとか出回ったりしてない？あ、してます。うん、そう、あれ多分ね、怪しいことに使われてると思うんだ。ああ、それはあると思います。それができなくなるようなサントリー側の工夫だよね。それがされてる紙ですね。なるほど。これ食台です。失礼しました。はい、食台になっていて、そこにそう響きを載せていただくという、ディスプレイとしてね、飾るときに綺麗ですよね。これ猫又屋で開封一度してるので、パラフィルムっていうんですけどね、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、空気と触れるとやっぱりどうしても揮発性で氷が飛んでしまうので、飛ばないようにパラフィルムを貼って、これがこう、こっちにいるね、こうだよね。はい、はい、これでいいよね。じゃあまずはスタンダードの響きをね、ちょっとテイスティングしたいと思います。はい、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。サルーじゃあ次は響きのアニバーサリーブレンド、これいただきたいと思います。でも響きだわ、うん、響きですね。響きだね、うん、あ、どう思う？優雅でやっぱり余韻がすごく長いですね。ああ、なるほどね。通常の響きと比べると、うんうんうん、だいつまでもこう口の中に残ってるという。確かに味が濃い感じはするかな。僕の印象だと正直もっと甘いと思ってた。もっと甘くて芳醇なイメージがあったんだけど、意外ととんがってるって言っちゃったら変だけど、しますね。するよね、はい、あと正直言っちゃうと、多分モルトとグレーンの比率が違う気がする。もっともっとモルトの味がします、僕の印象だと、うん、僕もそうですね。僕も思ってたより結構シャープというか、ね、そうだよね。そうだよね。感じがしましたね。僕ね、ちょっともう15年ぐらい前の話になるんだけど、山崎の35年ぐらいをやっぱ飲んだ時があって、はい、すごく甘くて芳醇だったんで、そのイメージがどこかに僕これに重ねていて、うん、それからすると意外とシャープで結構
そうですね。だよね。しますね。するね。うん、ああでも後からだんだん甘みと余韻が確かに長いね。はい、そう長いね。斉藤ちゃんの言う通りだね。本当に。普通の響きの方がなんか香りだけだとグレーンの甘さを感じますね。うん。うん。やっぱそう比べるとやっぱ通常の響きはやっぱ香りやっぱグレーンの感じがやっぱするよね。しますよね。するよね。うん、はい。でもすごくバランスはいいんですけど、やっぱグレーンって感じが、チタンの味がするです。僕だって一番最初に僕あのチタンを飲んだ時、はい、だからチタンが新しく発売したじゃないですか、はい、だから初めてチタン飲んだ時にあ響きの味すると思って、うんうん、だからそれをちょっと感じちゃう。こうやって飲み比べると、うんうん、でも7000円7000円の価値があるかって言われるとちょっと僕はどうだろう、うん、もうちょっと安くてもいいかまあね、100周年っていうそうだね、アニバーサリーっていう、ね、本数もね、そんな本数決められてね、記念を飲むみたいな ね、 そうですね、感じあるかもしれないですね。でも間違いなくいい酒はいい酒です。うん、うん、間違いないですよね。間違いないね、うん、皆様私たちの動画を見て参考になりましたでしょうか。でもね、僕はまあ別としても斉藤ちゃんはね、ウイスキー&スピリッツコンペティション、そう、彼のね、その審査員やってるんで、ウイスキーの味わいはもう僕よりも全然詳しいんで、だからね、その斉藤ちゃんが改めて今日のまとめ言っていただきましょうか今回、まあ、飲み比べてみて、まあ、響きにしても今回100周年にしてもすごくクオリティが高いものであると同時に、まあ、100周年の記念で本数も限定されているので、まあ、値段がどうこうっていうよりは、まあ、記念というかで飲んでみるのもまあありかなというふうに思います、ね、なるほどね、うん、確かにその通りかもしれないね。でも確かに一度は飲んでみるのもいいかもしれませんね、はいはい、参考になりましたか次回もね、実はこのまま引き続き今僕気に入っているアードベックの飲み比べをしたいというふうに思っているので、ぜひ次回もどうぞお楽しみに。じゃあまたね。